課金体系について説明をします。課金対象は登録されている従業員数に応じて発生します。5名までは基本料金のみですが、6名以上になると登録人数1人について月額300円が発生します。では課金対象になる場合ですが、基本的にはこちらの従業員一覧の一番右側に在籍状況ございますが、ここの在籍中となっている方が対象となります。なので入社前の従業員は課金対象とはなりません。退職される従業員はというと、退職する月は課金対象となり、次の月から対象外となります。例えばこちらの金太太郎さんは退職予定となっているので、この方は今月は課金対象となります。次の月からは対象外となります。